今回の動画は南禅寺グルメ。地下鉄東西線蹴上駅からねじりまんぽを通って南禅寺へ、そこから哲学の道までのグルメをご紹介します。まず1軒目は南禅寺から徒歩すぐのとこにあるこちらの大力亭さん。入り口の方から見えている高級そうなお庭、中庭を進んでいくと建物が見えてきます。あまりに広いお庭なので一瞬間違えたかなと思います。あれ、ここ旅館に来ちゃった。見た目は高級旅館、座敷わらしがいそう。一泊泊まってみたい。こちらでは伝統的な日本庭園の景色を眺めながらおうどんがいただけます。メニューは1万8000円のシャトーブリアンのコースから自家製おうどん、そしてスイーツもあります。今回注文したのは黒毛和牛と九条ネギの肉うどん1500円。これからの暑くなる季節には冷やしうどんが食べたくなる。手打ちうどんの麺はもちもちで、黒毛和牛の方は脂身たっぷり、夏までにスタミナをつける。それでは次のお店へ。南禅寺から永観堂方面へ向かっていきます。途中で見えてくるのは私の母校でもある東山高校。野球部はこの疎水の坂道をダッシュしたりします。こちらからすぐ近くにある昔ながらの喫茶店へ。40年営業されているこちらロリアンさん。店内はカウンター席が2席ほどとテーブル席があります。手書きで書かれたメニュー、おすすめのオムライスをいただくことに。ロリアンさんのオムライス750円。オムライスの中はピーマンなどの野菜がたっぷり、味付けは優しくあっさり食べられるオムライス。そこの自販機ではね、要ジュースとか買って、マスターさんにいろいろ話をしていただきました。あと甲子園もね、岡島さんが甲子園に出た時も応援に来てくれたそうです。そうですね。オムライス美味しくいただきました。何かを見つめるマスター。すいません、このポスターなんですけど、ソフトクリームも、いやこれはね、はい、うちの息子が食べてくれますね。このままここで食べてもいいですか。本当ですか、はい、じゃあちょっと食べても大丈夫ですか。あ、味は結構、まあ、結構な、何でもいけますよ。あ、本当ですか。あ、宇治茶もいいですね。あ、じゃあ宇治茶いただいてもいいですか、はい、これ最後にデザートの抹茶ソフトクリームをいただきました。おいしい。ロリアンさんからすぐ近くの永観堂、その目の前にあるこちらの山源さん。哲学の道が近いので哲学そばがありそう。店内はお蕎麦屋さんの雰囲気。初めて見るバカしメニュー、キツネとタヌキが化け放題。キツネにあんかけをかけるとタヌキに変身。おすすめは京都名物にしんそばや山芋、わかめ、しいたけなど入った哲学そばなど。もみじそばも美味しそう。ご飯は他人丼を注文。他人丼850円と哲学そば1000円。透き通ったお出汁、そして周りにはしいたけやきのこ類などがたくさん、そしてボリュームあるそば。柚子とわさびが香る優しいお出汁。お蕎麦はツルツルでやわ麺。しいたけと山芋も合う。他人丼も優しい味付けでお肉と卵が合う。
とても具沢山でボリュームのある哲学そば、また食べたいと思います。それでは続いてのお店へ。山源さんから白川通りに向かいます。信号を渡った先におしゃれなお店が見えてきます。外観がとてもおしゃれなチョチョコバルカフェさん。店内はとてもおしゃれでゆっくりくつろげる空間。こちらではオーガニックのスイーツやサンドイッチなどのランチがいただけます。今回はアイスコーヒーとチョコレートのパンケーキ。食感はふわふわでクリームはとろとろ。この辺りはカフェが少ないので休憩や一息つきたい時におすすめのお店です。それでは続いてのお店、栄冠堂のすぐ近くにあるこちらの封じ絵カフェさんでモーニングをいただきます。外の看板にはコーヒーのメニューや英語で書かれたメニューがあります。店内は昔ながらの喫茶店でテーブル席がいくつかあります。私が座ったカウンター席はレトロな置物がたくさんありました。とてもおしゃれです。それでは封じ絵カフェさんのモーニングセットをいただいていきます。厚切りトーストがコーヒーとよく合う。ポテトサラダと卵、ハムは塩気があって厚切りトーストもペロリ。蹴上げ駅から南禅寺、南禅寺から栄冠堂までの道は結構長いので歩いて疲れた時、朝早く着いた時に利用するのをおすすめします。他のメニューにママさんが勧めるケーキもあるのでそちらもぜひ。封じ絵カフェさんのすぐ隣の浅野さんではこだわり特製カレーがいただけます。店内はカウンター席とテーブル席が4席ほど。メニューはオムライスやカレーなど定番のものがあります。こちらは中辛のカレーライス。特製カレーは玉ねぎとお肉がたくさん入っています。カレーがとても辛いのでご飯がよく進みます。カレーライスの次はカレーうどん。こちらの日の出うどんさんは動画の撮影が禁止だったので写真のみですが、こちらでも絶品カレーうどんがいただけます。日の出うどんさんの近くにもおうどん屋さんがもう一軒あります。こちらの京うどんゴンタさん、こちらのお店でも本格的なおうどんがいただけます。ゴンタメニュー、筋肉うどんや筋肉カレーうどん、天ぷらうどんや鍋焼きうどんもあります。スペシャルゴンタうどんもまた食べたいと思います。その他にも冷やしのざるうどんもあります。サイドメニューも豊富。店内綺麗なカウンター席とテーブル席があります。こちら筋肉うどん950円。透明なお出汁。うどんの麺のタイプはやわ麺。お出汁は筋肉のお出汁も出ていて、とてもこのやわ麺と合います。筋肉はとても柔らかくて美味しいです。また麺をすすりたくなります。ネギと生姜の風味もまたお出汁とよく合います。とても食べやすいおうどんでした。それでは続いてのお店へ。哲学の道の近くにあるお好み焼き屋さんとガレット屋さんに行きたいと思います。まず坂の手前にあるのがこちらのお好み焼き禅さん。普段は外国人観光客の方でにぎわっています。
この日も外国人の方がたくさんおられました。店内はテーブル席がいくつかあって、その場でお好み焼きを焼いてくれます。こちらの前さんでは珍しい赤しそ生麩の入ったお好み焼きがいただけます。目の前で焼いてくれるのでライブ感があって、どんどんお腹が減っていきます。焼いた豚の上からさらに生地を乗せる、初めて見るスタイル。青じそのお麩の入ったお好み焼き、いろんな想像をしてしまいます。焼き上がりました。うわー、この焼き目の色がたまりません。しっかりソースと青のりとカツオをかけていただきます。赤しそ生麩入りのお好み焼き、そのお味は、生地のしっかりしたお好み焼きに生麩の柔らかさ、赤しそが香ります。さらにここで豚焼きそば、豚焼きそばのお味は、麺がもちもちでボリューミー、周りの野菜もシャキシャキ、ソースの風味と天かすがアクセントになっていて、よだれが出る一品。知り合いの方にもおすすめしたいお好み焼き屋さんでした。とても美味しくいただきました。ごちそうさまです。南禅寺グルメ最後のお店のご紹介です。哲学の道のふもとにあるブレッツカフェクレープリー京都店さん。店内には京都らしいテラス席などがあります。まずいただくのがこちら、ノンアルコールのガレットに合うリンゴの発泡酒。朝からいただけますよ。職人さんの技で丁寧にガレットを焼いてくれます。食べたことないおしゃれな料理なので、ドキドキしながら待ちます。綺麗な焼き色、見たことある。これがガレット。
ガレットが完成しました。めちゃくちゃおしゃれ。私シンミョンには似合わないめちゃくちゃおしゃれなガレット。緊張しながらもいただきます。まずはリンゴの発泡酒。リンゴの甘みと程よい炭酸がマッチしてとてもすっきり。ガレットの生地はしっかりしていてもちもち。食感はもちもち、塩っ気もあって周りのベーコン、卵、アスパラととてもよく合います。人生初のガレット、とても美味しくいただきました。南禅寺グルメは以上になります。今回もいろんな飲食店様のお世話になりました。この船は3月から4月に乗れる桜回廊十石船巡り。南禅寺エリアは動物園や平安神宮も近いので、おすすめのスポット、おいしいお店もたくさんあるので、ぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。